年会でございます、ね、今年変なね割烹みたいなの来てますけど、はい、今年のテーマはね陰陽師、本当ですね、はい、はい、なんとかすぐる羽生か、あ、怒られますよ、ファンの方いらっしゃいますから。本当ですか、ちょっとファンの方ね手挙げてもらったら殴りに行っちゃうかな。ダメですよ、はい、はい、そういうこと言ってね、いつもねダメですよって言われちゃうんですね。でもね、その今年の曲のテーマね、陰陽師っていうのはね、皆さんが幸せになりましょうって言ってやってたんですね。最初に入っている呪文が今日一日幸せになりましょうっていう呪文が入ってます、はい、ね、ぜひ幸せになってください。やってたじゃなくてやってるんですよね、はい、今過去形になってましたけど、過去形ですか、はい、やってるんですよね。カーキンクンクレケーキンテーマ、じゃあやりましょう、はい、それではよさこいといえばこの掛け声です。いよいよさー、いよいよさー、いよいよさー。じゃあお願いします、行こうかね。なんだよ声が出る今日。眼中古心八宮八鬼五陽五神陰陽に証言心、大気を譲り払いし四中心を鎮護し、五神開栄八鬼を払い軌道霊光四分に昇鉄し、眼中古心安鎮の縁故を務めて無用霊心に願い立てまする。録音したんですね、これそら録音したんですか。いいぞ、そらな踊りらしいですよ。見たことないんだけど、本当ですか。はい。ひと祭り。ひと祭り会でございます。ひと祭り。踊ります。暴れます。ひと祭り。踊ります。久しぶりだな。ひと祭り。もぴったりだぜ、まだ。オッケーオッケー。林、陽、陰、陶、はい、社、会、ダメです。人、列、財、戦。これだよ、悪霊大さん役受けたいし、信号集です。一応だよ、セクシーな感じ。ああ、さっき見受けられなかったね。セクシーって何？
だ、諸祭り会でございます。はい、第14回川崎ラブライス開催おめでとうございます。新日に遊ばせてもらいます。よろしくお願いいたします。そういうとこ一つないよね。ありがとうございました。ひと祭りありがとうございました。ありがとうございます。はい、ひと祭り会の皆さん、ありがとうございます。はい、MC のお二人。